こんにちは、ギタリストシンガーソングライターのライキです、ね、この度初めてクラウドファンディングに挑戦させていただきます。プロジェクトの内容なんですけど、次の新しいアルバム4枚目のアルバムの制作、それと、まあ、それのミュージックビデオの制作のプロジェクトになります。なんでそのクラウドファンディングをやろうと思ったかっていうことをちょっと今日お話ししたいんですけど、皆さんどうですか？人と会ってますか？人と会ってますかっていうか、ね、なかなか会えなかったりとか、僕もね、長らく生ビール、生中って言ってなくて、まあ大変ですよね。なかなかこう遊びに行けなかったりとか、人との人のこうつながりというか、少しずつこう薄れていってしまいそうな、そんな感じが、まあ認めたくはないけども、まあ、ちょっと思ったり思わなかったりみたいなこともあるかと思います。で、まあ、僕もそうで、人とのつながりっていうのをすごく、大事にした作品を作ろうと思って、このフォースアルバム、を作成するに至って、まあ、僕はもともと僕のキャリア始まったのホームレスなんですね、まあ、本当に何もなかった、文字通り何もない、家がないだから自分がだから今のこのソロ活動をしているっていう自分全く想像できなかったし、でそんなところから始まって、バンドに入って、活動したりとか、サポートしたりとかっていう中で、だんだんこう自分の気持ちを自分の言葉と自分の感性で自分の技術とかでこう作り上げたいと思ってソロ活動を始めたんですね。それがアコースティックを買ってきて、で、慣れないバスで移動していろんなところにお邪魔して、もう一から、音楽っていうのをこう自分の力で表現するってことをやらせてもらって、ですごく必死にやりました。で必死にやって必死にやって、でもどうしても伝えたいことがあって、でもそれでもやっぱり届けたいものがあってっていうことをしていく中で、だんだん少しずつ、仲間が一人増えて、聴いてくれる人も一人ずつ増えていって、そして今、ザ・タンタラスバンドという、もう5人のバンドで活動できるようになったんですね。これはもう本当に僕がもともとやりたかったことを一つ叶えられたっていうことなんですけども、これはその僕のキャリアがもう皆さんの力によって支えられてるっていうやっぱりことだと思うんです。本当にマジでですよ、愛だと思うんですね。いろんなものをもらってきた側の人間なんです。与えたんじゃなくて、だからこの気持ちを僕は表現したいんです。日本震災たくさんあるじゃないですか。東北の時もそうだし、熊本の時もそうだし、ついこの間もうちの前の川が氾濫しかけて、まあ、僕は避難したんです。キャンプ道具を持ってみたいな。そんな時にミュージシャンとして何ができるんだろうってことを毎回考えるわけですよ。考えた結果分かったのがないんですよね。ミュージシャンとしてやれることってないんです。1個だけできるのは、自分が経験してきたこと、自分がいろんな人に支えてもらったことを自分の言葉で表現できるのは僕しかいないんです。そういうコンセプトをもとに、どうしてもこの作品をこんな時代だからこそ皆さんに届けたい、今それをやるべきだ。ライブもできないし、物販で売ることもできない、僕自身の収入もなくて、やっぱこのアルバムを作っていくっていうのはとても困難だったりします。で、僕が自分の曲のミュージックビデオを、まあ、僕が編集してるんですけど、編集してるね、MacBook も酷な、なんだろう、こう労働に耐えられなくなりまして、もうほぼ動かない状態なんです。でそういったこともあって、皆さんにここで一つ、協力していただきたいなと思って、クラウドファンディングというのを立ち上げました。この時代っていうのは、音楽は会場に行かなくても家で聴くことができます。から少しでも早く音源という形にして、それを皆さんに聞いてもらえるように全力で頑張っていきたいと思ってます。もちろん目標金額に満たなかったとしても、アルバムは絶対に作ります。リターンも各種用意させてもらいました。かなり一生懸命考えました。一口からでも、ちょっと覗いてみるだけでもいろいろ書かせてもらったので、概要欄に今回のクラウドファンディングのプロジェクトページを掲載してますので、ぜひそこから飛んでチェックしてみてください。最後になりましたが、僕はその今までやれるだけやってきたし、これからもやれることを自分なりに一生懸命もちろんやっていくつもりです。今回のクラウドファンディングっていう形にさせてもらったことで、支援してくれた一人一人のつながりができると思ってるんですよね。皆さんでこう作り上げていくのは、逆に言えば今だからこそできることでもあると思うんです。で皆さんと一緒にこの最新作デボーションを作り上げたいと思います。本当に素晴らしいアルバムになると思いますし、素晴らしいアルバムにします。絶対になります。
僕のこの姿を見て少しでも、あ、なんか俺も頑張ろうかなって思ってくれたらすごく嬉しいです。ちょっとでいいんで、今やれること、自分にやれることを皆さんも頑張っていきましょう。目指せ武道館ワンマン。